どうもおはようございます。現在時刻は朝の6時。これからですね、筋トレ公園でトレーニングをしていこうかなと思います。で、今日来た公園が僕の家から一番近いゴールドコーストのバースティーレイクスというところにある、筋トレ公園です。僕のお気に入りの一番多く活用する公園です。で、最近はですね、夏になってきましてですね、オーストラリアは。で、暖かくなってきたんで、今までずーっと家の中でトレーニングしてたんですけど、最近はもう外の筋トレ公園に来て、太陽を浴びながら、もうね、最高に自然を感じながらトレーニングをしている毎日でございます。で、僕は基本的に朝早くに一発目のトレーニングを終わります。で、休みの日、仕事休みの日は午後もトレーニングします。で、仕事がある日は仕事の前にトレーニングをしていく感じでございます。で、前ね、ショート動画でも言ったんですけど、ジムに入会をしたんですけど、ジムに入会した途端に、自重トレーニング、まあ、外でトレーニングしだして、そしたら、やっぱ外の自重トレーニング超楽しいなっていう感じになっちゃって、ジムにはあまり行っておりません。まあ、行ってますけど、ウェイトトレーニングとか、もうガッチリベンチプレスとか、そういうのはもう全然やってません。仕事終わりに夜遅くにジム行って、ランニングマシン使ったり、自転車漕ぐやつやったり、あとはね、強いて言うなら、なんかね、ロープみたいな、チューブみたいので、こう、グーグーってて、体鍛えるやつとか、ぐらいな程度で、あんまりね、ジムは、ウェイトとかを使って、体をでかくするっていう目的で入ったんですけど、あまり使っておりません。まあ、そういうもんですよ。人生というものは。ね、入会したら、意外といかないみたいな。まあでもね、一応、1年契約で入ってるんで、もったいないことはしたくないんで、うまくね、自重トレーニングと、ジムのトレーニングを組み合わせて、これから、ね、ちゃんとプランニングしてやっていこうかなと思います。ということで今日は、まあ、僕のいつものトレーニングの様子というものを皆さんに見せていこうかなと思います。ということで、早速。まあ今日はですね、ちょっと雨が降っておるんですけど、天気悪いです。まあこの天気悪いけど、関係ないんでね、はい、トレーニングガンガンやっていこうかなと思います。ということで、早速、やっていきましょう。レッツゴー。
トレーニング終了しました。今日はですね、まあいつもとトレーニング内容的には変わらないんですけど、前までのね僕はプランシェをねめちゃめちゃ重点的にやってました。トレーニングを、1回で3時間4時間やるんであれば、そのうちの2時間ぐらい半分ぐらいはプランシェのみの練習っていう感じでやってたんですけど、最近はですねどっちかといったらリップスとか懸垂をメインにやってます。なんでプランシェの時間を30分から1時間ぐらいあんまやってないですね。プランシェキープの練習はそのぐらいやって、であとは懸垂リップスをがっつり追い込んで、で残りの時間で腹筋とか、いろんな自重のトレーニングをやってます。1回の自重トレーニングっていうのは僕の考えなんですけど、ウェイトトレーニングと違ってここの日とかここの日とか肩の日腕の日胸の日みたいに作らず、1回の練習でもう全身を追い込む感じで僕はやってます。でウェイトトレーニングほど負荷をかけられないんで、結構ね毎日トレーニングできちゃいます。死ぬほど追い込むと次の日結構きつかったりしますけど、でもね連続でできることが多いので、どっちかといったら1回の練習で長く時間をとって全身を鍛えるっていうようなイメージでやっております。はい、ということで今日はですね、僕のオーストラリアでの日常ですね、趣味なんですけど筋トレは、だけど生活の一部となってるんで、僕は毎日、最近は夏で暖かくなってきたんでこんな感じで筋トレ公園に来てトレーニングしております。で筋トレ公園オーストラリアでねいっぱいあるんで、いろんなところにね気分転換で行って、いろんな公園でトレーニングをするような感じにしてます。なんで今日はこのバースティーレイクスというところにある、筋トレ公園でのトレーニングでした。ということで、今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。また次の動画で会いましょう。さようなら。